大学病院でがん治療用放射能の事故が起こった。運悪く現場に居合わせた大島幸子は2000キュリーという大量の放射能を被爆した。原爆並みの放射能を浴びた幸子はその結果血液のがん白血病を発病した。幸子のことなんですけど、白血病の症状が現れました。白血病？幸子はどのくらい、あとどのくらい生きられるんですか？来年の春まではなんとか大丈夫だそうだ。来年の春、そんな。だがそれ以上はよくて、あと1年。自分の命があと半年と知らない幸子は相良光雄に恋をして幸せだった。しかし幸子は、光男の父親の相良英二は幸子の叔母大島理恵に産ませた子供である。どかない。幸子と光男は血を分けた兄弟、兄と妹なのだ。しかし何も知らない二人は、この恋は永遠に続くと信じていた。季節はいつしか秋に移っていた。幸子と光男はもはやひとときも離れていられないほど深く愛し合っていた。しかしこの二人は実の兄弟である。知らぬとはいえ許されない二人の恋に破局が迫っていた。おいおい、
腰を痛めるぞ。カロ。すみません、お休みのところ。構わんよ。暖かくて気持ちいいお天気だわ。幸子のお布団の日向ぼっこにはもってこいだわ。日光で消毒すれば悪い気もつかんよ。なあ、俺が定年退職したら、その時は二人で一緒にのんびりと温泉でも行かんか。まあ温泉嬉しいわ。でも定年というとあと20年ですか。随分と先だわ。いや、20年なんてあっという間だよ。そうかもしれませんね。それじゃあ、おじいちゃんとおばあちゃんになったら一巡りでもしましょうか。東北、北陸、九州、どこかひなびた温泉に浸かって、小さなお宿でお鍋でもゆっくりいただきましょう。君のお父さんとお母さん、とっても仲がいいね。理想の夫婦だよ。素敵だな。私たちもいつか、あんな、将来僕らが結婚したら、君のお父さんとお母さんを見習っていい夫婦になろう。はい。実はお父さんとお母さんが仲がいいのには秘密があるの。秘密？お父さんとお母さん、血液型がぴったりなの。血液型？うん。お父さんは AB 型で、頭がいいんだけど、ちょっと真面目すぎる。それを、おおらかな O 型のお母さんが補ってるの。だからあの二人の相性はぴったりなの。君のお母さん、O 型なの？勘違いじゃない？うん、O 型よ。私、病院で家族の血液型調査表を見たの。だから確かよ。大島先生が AB 型で、奥さんは O 型？あ、ほら、両親のどちらかが AB 型だと、子供は AB が生まれるんでしょ？だから私は AB 型なんです。三尾は愕然となった。幸子は重大な勘違いをしているのだ。片方の親が AB 型でも、もう一方は O 型であれば、子供の血液型は決して AB 型にはならない。では、幸子は一体誰の子供なんだ？三尾さん、お帰りなさい。まあやだ、あの子の匂い。三尾さん、お母さんがこんなに反対してるのに、辞めるどころか毎日デートするなんて、もうそんな三尾さん、お母さん悲しい。ねえ三尾さん、幸子さんのおばはあなたのお父さんを誘惑して、うちの家庭をめちゃくちゃにしたのよ。また始まっていいじゃないか、そんな昔のこと。昔のことじゃありませんよ。お父さんはね、今でもこの女を思い切れないんです。なんとかよりを戻そうと思って焦ってんのよ。何しろこの二人、子供までできた仲なんですから。子供？この人とお父さんの間に子供ができたのか？そうですよ。お父さんはこの女を妊娠させたんですよ。幸いお母さんが気がついて中絶させたから、子供は生まれなかったけど。三尾さん！三尾さん！ね、三尾さん！なんだ、ノックもせずに。お前か。珍しいな。この部屋に来るのは初めてじゃないか。また母さんとやり合ったのか。ああいう女は勝手に喋らせておくに限るぞ。父さん、このリエさんって女性を本当に愛してたの？帰って母さんに報告するんじゃないだろうな。いや。じゃあ教えてやる。本気だったよ。心底惚れていたんだ、この人に。
この人子供を中絶したって本当か？うん。本当に中絶したの、どっかで産んだんじゃないのか？まさか。母さんが怒り狂ってな、理恵さんをとっ捕まえて中絶を迫ったんだ。そのしつこさと言ったらもう中絶させたに決まってるよ。この人本人から中絶したって聞いたの？いや、兄の大島君からだ。父の死後を産むわけにはいかんから中絶させたってな。この人妊娠したのいつ頃？そうだな、17年前か。もしその子供が生まれていれば今17歳になる。17歳、聞こえる街で桜色した春を見つめ、白い夏を駆け抜け、流れゆく季節の中で。相良君、幸子に何か用かね？あ、待ってくれ。いや、君とは一度ゆっくりと話をしたいと思ってたんだ。機会があったらぜひ言おうと思ってたんだけどね。私も妻も君には本当に感謝してる。ありがたいと思ってる。君は幸子のためにその体の血をくれた。貴重な血液を提供してくれた。そしてそれよりももっと大切なものを幸子に与えてくれてる。それは何というか、つまりその生きる喜びみたいなもんだ。17歳の青春にとってそれが一番大切なものかもしれん。だから今これからのことも君にお願いしておきたい。今まで同様幸子を温かい目で見守ってやっててくれないか。あ、そう、例えば兄のような気持ちで。これはね、教師としてでも医師としてでもなく、一人の娘の父親として君に話してるんだ。頼むよ、相良君。嫌です、お断りします。なぜだ？君はあの子のことが、幸子のことが嫌いなのか？違いますよ。嫌いだなんて、好きですよ。何から何まで全部。僕はこれほど女性を好きになったことはありませんよ。だったらなぜ、なぜ私の頼みを聞いてもらえないんだ？好きなんです。愛してしまったから、もう二度と会うまいと決心したんです。その理由を教えてくれないか？先生、あなたの血液型は AB ですよね。ああ、そうだか。そして奥さんは O 型。AB 型と O 型の両親から、AB 型の娘が生まれるんですか？僕は知ってしまったんです。幸子さんが本当は誰の子供かということを。
ひどい人だ。あなたは自分がどんなに残酷なことを言ってるのかわからないんですか？残酷？違いますか？男として自分がこれほど愛した女性が自分と血を分けた妹だとしてどんな思いをするか、あなたには理解できないんですか？僕と幸子さんは愛し合っちゃいけない人間なんだ。この事実だけは誰にもどうにもできないんですよ。あなたはそれを承知で僕に幸子さんと付き合って言えるんですか？これが残酷でなくて何だって言うんですか？すまん、すまん。確かに幸子は君のお父さんと私の妹の理恵との間に生まれた娘だ。紛れもなく君の妹だよ。今まで黙っていて本当に悪くて。遅いです。すみません。幸子は不倫の果てに生まれた子供、父親のいない子供だ。それで私たち夫婦が生まれてすぐ引き取って育てた。私たち夫婦はあの子が誰にも望まれない、そんな不幸な生まれ方。もうやめてください。僕は妹と分かった以上もう幸子さんとは会いません。彼女と離れて遠くへ行きます。遠くってどこへ？千歳の牧場へ行きます。千歳？北海道の。失礼します。道夫君！三つ男が突然いなくなってから幸子の病気は急速に悪化していった。三つ男さん、どうして連絡くれないの？もう一週間にもなるのに。おい、危ない！幸子！幸子、どうした？幸子！なんて乱暴なことをするんだ。怪我でもしたら出血が止まらなくなるんだぞ。分かってるのか？バンが泣いたから。だからどうしたんだ？三つ男さんが来たかと思って。お父さん、お母さん、私と三つ男さんはね、楽しいことも苦しいことも何でも分かり合えて、心の底から信じ合える二人だと感じてたの。でも違ったわ。三つ男さん、私に何も言ってくれないでどこか行っちゃったのよ。家出するくらい悩んでたのに、私には一言も打ち明けてくれないで。私振られちゃったのかな。何を言うの。幸子みたいないい子を振るもんですか。三つ男さん必ず幸子のところへ戻ってくるから、焦らないで待つのよね。幸子にとって今一番大切なことは愛を急ぐことじゃなくて病気を治すことなんだよ。はい。幸子、お前目が見えないのか？
ちょっと見えにくい。幸子！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 ほら、これだ。ここにできてる腫瘍が視神経を圧迫してるために目が見えないんだ。白血病の副産物か。そうだ、コバルト60の照射でやっつけよう。しかし大島、肝心の患者が照射に耐えられるか。今のさっちゃんは飲まず食わず薬を与えると吐いてしまう。体力がえらく低下している上に気持ちが問題だ。こういうハードな治療が成功するか失敗するかの鍵はお前も分かってるだろう。我々医師の腕だけじゃない。助かりたい、生きたいと思う患者の意思にかかってるんだ。しかし今のさっちゃんにはそれが全くない。分かってる、分かってるんだよ。あの子に生きる希望と病気と戦う力を与え、幸子の目を見えるようにできる男は世界にたった一人しかいないんだ。だったらその世界にたった一人の男を今すぐ呼んでこいよ。この番組は花王、NEC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。何をしに来たんですか？東京に帰ってくれないか？そんなこと言う権利は先生にはありません。幸子の元に戻ってくれないか？嫌ですよ。嫌でもだ。戻ってくれないか？戻りませんよ。頼む。やだ、いろと連れ戻そうとするんです。どうしてそういう非常識なことを言い出すんですか？僕と彼女は会わない方がいい、それが一番いい方法なんじゃないですか？僕だって生身の人間です。一生自分と彼女を騙したから幸子さんと付き合っていくことなんかできませんよ。僕は幸子さんを一人の女性として愛した、初めて恋をした女性ですよ。それが妹だとなんて。今僕にできることは、いや、やらなきゃいけないことは彼女を忘れることですが、違いますか？彼女のためにもそうするべきじゃないんですか？何のために戻れって言うんですか？一生彼女を騙しながら僕に付き合ってくれって言うんですか？どうしても幸子の元には帰ってくれないのか？ひどい人だ。僕の胸の中切り裂いて見せてやってもいいですよ。幸子さんのことをどうしても思い切れない僕を、
それなのに今さら妹として愛してやってくれなんて、できっこありませんよ。幸子にはもう時間がないんだよ。時間がない、何を言いたいんですか。君には内緒にしていたがね、幸子は再生不良性貧血なんかじゃないんだ。今の医学では治すことが非常に難しい病気なんだよ。白血病。そうなんですか。血液のがんだ。早ければあと半年、よくてもあと1年しか幸子は生きることができないんだよ。幸子は今目が見えないんだ。目が見えない。脳に腫瘍ができてね、視神経を圧迫して目が見えなくなってるんだ。どうするんです。放射線で腫瘍を潰すつもりでいるんだが、今治療ができないんだよ。治療ができない、なぜですか。幸子は君を失ってから生きる希望をなくした、生きる喜びもなくした、抜け殻になってしまってね。ハードな放射線治療には耐えるだけの気力も体力も全くなくなってるんだ。光雄君、辛いだろう、辛いだろうが、幸子の元に戻ってやってくれないか。幸子の命を助けることができるのは世界にたった一人、君しかいないんだよ。幸子を励まして放射線治療を受けさせてやってくれないか。お願いだ光雄君、幸子の生きる希望になってやってくれ。そして幸子の命を助けてやってくれないか。頼む、頼みます、光雄君。
三つ男は幸子が実の妹だと知った苦しみを隠し、あくまで恋人として幸子を励ました。幸子さん、もう一息だからね。絶対負けるな。はい。三つ男を心の支えとし懸命に頑張る幸子。シゲルは必死に放射線治療を重ね、幸子はついに目が見えるようになった。森川、これ見てみろ。幸子の神経を圧迫してた腫瘍が全部消えたぞ。おお、成功おめでとう。よくやった。お前の熱意が天に通じたんだよ。大いに褒めてやるよ。これで当分寛解期が続くな。今のうちにさっちゃんの希望はできるだけ叶えてやった方がいい。彼女がやりたいことを、行きたい場所、会いたい人間には合わせてやるんだ。待ってくれ森川、幸子はあと半年は生きられるはずじゃないのか。来年の春までは大丈夫だって言ったじゃないか。ああ言った。だがな、さっちゃんの白血病はかなり重いんだ。もうすぐベッドに寝たきりになってしまうだろう。そうなってしまったらあとは死ぬだけか。そうだな、お前の言う通りだ。今のうちに幸子の喜ぶことを何でもしてやるぞ。シゲルは幸子が退院するとためらうことなく沖縄へ連れてきた。幸子が元気なうちに生みの母理恵に会わせたい。父の密かな排除だが、それを知らない幸子はただただ憧れのおば理恵に会えるのを喜んでいた。おい危ない。さっちゃん、幸子とうとう来ちゃいました。よく来てくれたわね。本当に夢みたいです、沖縄でおば様に会えるなんて。サンゴ礁の海は青く美しかった。シゲルは思った。幸子を沖縄へ連れてきてよかった。この旅を思いっきり楽しませてやりたい。しかし白血病で死を宣告された幸子は二度とこの美しい海を見ることはできないのだ。それを思うとシゲルはたまらなく悲しかった。南太平洋に浮かぶ常夏の島、ブーゲンビル島を彩るブーゲンビル。白い蝶々が集うようなその様に見入られし人々は、そのまま引き込まれて黄泉の国、怪しき伝説の神の花、熱帯睡蓮、英雄ヘラクレスに捨てられて悲しみに耐えきれずナイル川に身を投げた美しい妖精が姿を変えて睡蓮となった。詩人ハイネは語る。ほっそりとした睡蓮が夢見るように湖から空を見上げる。すると月が白々とした恋の悩み
レガント、ゴージャス、これが全部おばさまのお花、おばさまの咲かせたお花、おばさまそのものだわ。いい香り。しておりました。こちらです。放射線科の大島です。往診ありがとうございます。いえ、血液科の佐藤です。お見合いの血小板が来ました。しかし、病院に運んで詳しい検査をするまでは、私としても無責任な治療はできません。いえ。ちょっと外に出ててくれないか。私はここにいるわ、兄さん。先生、娘の病状につきましてちょっとご説明いたしますので、どうぞ。滞在中はいつでも入院や治療の手配をします。どうぞご心配なく。ありがとうございます。それじゃ。隠しているの？隠してるって、俺は何を隠してるって言うんだ？さっちゃんのことよ。さっちゃんの病気のことよ。さっちゃんの病気は一体何なの？思春期貧血なんて言ったってもうごまかされないわよ。ああ、正確に言うとな、実は再生不良性貧血といってな、血液を作る能力が低下していて貧血症状を起こす病気なんだ。まあ気長に治療していけば良くなる病気だよ。嘘。リエ、俺は医者だぞ。俺の言うことは信用できないのか。兄さん、たとえ17年間離れていても私はあなたの妹なのよ。兄さんの目の動きや顔色を見れば今度のことがどんなに深刻なのかよくわかるの。昨日の様子、あれはただ事じゃなかったわ。リエ、教えて、サッチャの病気は一体何なの？どうして突然無理をしてまで沖縄にあの子を連れてきたの？兄さん、私には知る権利があるわ。私はあの子の母親なのよ。リエ、お父さんおはよう。おばさまおはようございます。あ、おはよう。もう起きてきていいの？ええ、今日目通すばなくちゃ。とっても寝てなんかいられません。
なんだこんなとこに呼び出して。どうした、顔色が悪いぞ。植物園でなんかまずいことでもあったのか。今夜な、幸子と踊りを見に行く約束をしてるんだ。さあ行こう。兄さんよく平気な顔してそんなこと言ってられるわね。なんだよ。私今日植物園になんて行ってなかったのよ。その代わりドイツ語のわかる友達に会ったわ。このメモを見せたのよ。兄さんが医者と筆談したそのメモを。白血病、血液のがん。兄さんがなぜサッチャを沖縄に連れてきたかよくわかったわ。最後のお別れなのね。そうでしょ。待てリエ、落ち着け。なぜ、なぜなの兄さん。なぜタッちゃんが白血病なんかにならなきゃいけないの。あんなに美しくて、あんなに無邪気で、あんなに汚れていないのに、あの子がガンで死ぬなんてひどいわ。あんまり残酷すぎるわよ。一体何の罰なのよ。いえ、落ち着くんだ。サチコの病気はな、誰のせいでもないんだよ。違うわよ、私のせいなのよ。私が悪いのよ。17年前にあの子を産むべきじゃなかったのよ。そうでしょ兄さん。じゃなかったらサッちゃんは一体何のために生まれてきたの。私が悪いのよ。私の罪を全部背負って死んでいくのよ。産むべきじゃなかったのよ。いいか、よく聞けリエ。いいか、今相良教授がどんな人間であろうとそんなことは関係ないんだ。重要なことは17年前のお前のことなんだよ。お前は若かった。その若さの全てをかけてお前は人を愛したんだ。真剣に人を愛したんだ。妻子ある相手であろうと、その愛がどんなに純粋なものだったか、それは俺が一番よく分かってる。形式だけも愛のない夫婦にだって子供はできるんだ。だが幸子は違うじゃないか。お前の青春を、お前の青春を全て精一杯燃やして、そして生まれてきた子供じゃないか。そうだろう。兄さん、本当のこと言ってよ。サッチャーはあとどのくらい生きられるの。医学的な常識から言えば短くてあと半年、長くて1年だ。たった半年、たった1年。ひどい、ひどいわ。リエ、それはあくまでも常識なんだ。俺はその常識を破ってみせる。きっと、きっと幸子を助けてみせる。助かるの？助かるって、助かるの？あんなにみんなに愛されてる幸子が死ぬなんて、そんなことあっていいはずないだろう。そうだ、そうだろう、リエ、そうだろう。私の目の前に何が見えるか分かりますか。愛嬌いっぱいのイルカが楽しそうに踊っています。あなたは今何をしていますか。お勉強ですか。三男さんは、男はみんな志を遂げるために勉強すると言いますが、
女の子の志は一つ、好きな男性と共に生きること、それだけを願うのです。どこにいても何をしていても、私の心はいつも三尾さんと一つです。真夏は大勢の観光客でにぎわう南の島も今は静かです。お魚たちものんびりと自分たちの時間を楽しんでいるようです。人気者のジンベエザメジンタ君は幸子一人のために姿を見せてくれましたが、私は三尾さんにも見せてあげたいです。遠く離れると何でも素直に大胆に言えます。三尾さん好きです、大好きです。青い南の島から、幸子。JAL プライベートリゾート奥間にはどうやって行けばいいのかな。ご宿泊でございますか。いや、知り合いの女性が今日そこに泊まるらしくてね、訪ねていきたいんだ。とうとう来たよ、君のところに。何しに来たんですか。何しにって、もちろん君との17年間の空白を取り戻すためだよ。17年間も我慢に我慢を重ね、耐えに耐えてきたが、やっと吹っ切れた。君の元に来るまで17年もかかってしまった。もう終わったことです。私にとってはまだ終わっちゃいない。今もあの頃と変わらずに君を愛してる。君も私はたった一人の男性だろ。大事なことを話しなければならないの。私には今とっても好きな人がいるの。なんだって。その人のことを心から愛しているの。だけどその人は死にかかっているの。とっても重い病気で、その人は病人なの。もしかしたらこのまま治ることがなくて死んでいかなくてはならないかもしれない人なの。いつからの恋人なんだ。17年も前からよ。ずっとその人のことだけを思い続けて生きてきたわ。いつの日か必ず一緒に手を取り合って暮らせる日が来ると思っていたの。だけど病気が、私が死んで身代わりになれるものだったら喜んでそうするのに。だからあなたが追いかけてきてもダメなのよ。その人のことだけで胸がいっぱいなの。あなたは帰ってよ、東京へ帰ってよ。あなたがいると邪魔なのよ。その夜も幸子は理恵の手作りの洋服を着て花のように愛らしかった。幸子、お前おばさんと踊ってきたらどうだ。うん、踊りたい。
幸子と理恵、二人とも美しくて純粋なのに、どうして幸せに巡り会えないのか。かわいそうな母と娘。お茶のの被爆さえなかったら、白血病がなかったら、笑い合って楽しく暮らせるのに。この二人をこれ以上不幸にすることはできない。何としても幸子の病気を治そう。茂は固く心に誓った。沖縄から帰った幸子はそのまま入院し、新しい年を病院で迎えた。どんどん幸子の体を蝕んでくる白血病と茂の戦いは熾烈を極めた。こんにちは。こんにちは。内科の山田先生、事務局までお越しください。アキラ君をいじめてた悪い奴を先生やっつけてやったからな。僕、泣かなかったでしょう。ああ、偉かったぞ。さすが男の子だ。そりゃ、パン、パンダは、こんにちは。元気そうだね。ええ、元気よ。今の薬が効いたらすぐ退院できるんですって。よかったな。頑張れ。へこたれるなよ。また来る。また明日。必ずね。バン、さよなら。よかったな。頑張れ。へこたれるなよ。この間あったね。君、ここは入院してるの？うん。たこ揚げしてるようじゃ、もう元気なのね。看護婦さんにやっちゃいけないって言われてるんだ。ごめんなさい。いいなよ。お友達いないの？一緒の部屋の子もみんな病気なんだ。そうだ、屋上でたこ揚げしよっか。うん。この少年の人懐っこさに幸子は惹かれた。灰色の病院生活の中で爽やかな風のような少年だった。君なんて名前？磯部明。お姉さんは大島幸子。入り口の札に書いてあったねえ、あきらくん、頭怪我したの？これ、うん、怪我じゃないの。放射線っていうのかけたの。放射線頭に？どうして？僕ね、目が見えなくなったの。頭の中に何かできたんだって。もう治ったの？うん、もう見えるよ。よかったわね。お姉さんもね、同じことがあったのよ。へえ、じゃあ病気も同じかな。違うわ。アキラくんのは頭の中のおできなんでしょ。お姉さんは血液の病気なの。僕のもそうだよ。僕のはね、再生不良性貧血っていうの。難しい名前でしょ。知ってる？お姉ちゃん知ってるわよ。そっか、お姉ちゃんと同じ病気なんだね。本当？うん。アキラくん、いつから入院してるの？僕？3つの時からもう2年ぐらいになるかな。家と病院行ったり来たりしてるんだ。時々鼻血が出て止まらなくなったり、鼻血ができてすごく痛かったり、その度に入院させられちゃうんだ。お姉ちゃんも？同じよ。輸血もするの？ええ。胸に針刺されて調べられた？うん。僕あれ大嫌い。お姉さんも最初大声出して泣いちゃった。僕も泣き終えちゃった。ねえ、時々休みに来てもいい？
いいわよ。でも思い出もしたら悪いかな。何言ってるの、同じ病気だもの、助け合わなくっちゃね。うんうん。もう一つもらっていい？いいわよ、どうぞ遠慮なく。幸子は寂しそうで人懐っこい少年がいじらしかった。この幼い体で懸命につらい病気と戦っているかと思うと、抱きしめてやりたいような愛おしさを覚えた。はい。一日二日と少年との交流が深まるにつれて、幸子は自分と同じ病気を背負っているこの少年の命に、いつしか自分の命を重ねて見ていた。それほど少年を慈しむようになっていたのだ。気の毒に母親死に目に会えなかったんだってね。あっという間だったから。白血病って怖いわね。あと半年くらいしか持たないって言われてたみたいだから、母親は覚悟してたみたい。ほら、この間目が見えなくなったでしょ。あれは血液の中のがんが脳に腫瘍を作ったんだってね。あの、誰か亡くなったんですか？アキラちゃんって子がさっき。アキラくん。そう、あの利口そうな子よ。アキラちゃん、白血病だったんですか？ええ、あの子は知らずに死んじゃったけど。でも先生によく聞いてたじゃない、僕の病気なんていうのって。先生も嘘つくのつらかったのにね。だけどやっぱり知らない方がよかったわね。いくら子供だって言っても、白血病って聞けばどんな病気かぐらいわかるだろうもんね。いや、ダメじゃないか、廊下なんかふらついてたら。顔色が悪いぞ。死んだの、明君って子。え？さっき亡くなったの、私。明君と何もかもそっくり、同じように頭が痛くて寝返りがして血が止まらない。お薬も骨髄検査も放射線の照射も目が見えなくなったのも、みんな明君と一緒。どうして、どうしてなの？よくには分からない、落ち着いてくれ。大島先生に聞くんだ。お父さんは誰？今まであの子だっていつもこの子。じゃあお母さんに聞こう。お母さんはお父さんの味方よ。ダメだわ。伊藤さんは、伊藤さんは私の病名知ってるでしょ。いや、君が再生不良性貧血だってことだけだ。嘘、伊藤さんもごまかしてる。またやられたらおじいちゃん。ここまでは顔をNEC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。入るぞ。幸子、お母さん風邪治ったからね、これからはずっとそばについていられるわよ。安心して。幸子、どうした、具合が悪いのか？お父さんも母さんも逃げて。幸子、一体どうしたんだ？何かあったの？お母さんどうしたの？部屋に入ってこないで。幸子、先生。水尾君、一体何があったんだ？
分が白血病だと気づいたらしいんです。幸子は俺もお前も誰も信じられなくなってるんだ。あなた、私たちどうしたらいいんですか？あの子に本当のことを打ち明けよう。はっきりと。お前は白血病だって。あなた、そんな。私は医者だ。医者の立場だけで考えたら、患者にそんな残酷なこと、口が裂けたって言えやしないよ。だったら。だが私は父親だ。父親として考えたら、やはり打ち明けた方がいいと思う。あの子に真実を打ち明けよう。そしてその真実の上に立って、悔いのない生き方をした方がどれほどいいか。しかしね、これは俺だけで決められることじゃないんだよ。お前が賛成してくれて初めてできることなんだ。そんなこと私が決めるなんて。理恵さんに、沖縄の理恵さんに相談してください。あの人は幸子の本当のお母さんよ。どうしよう。もし私が本当のことを話して、幸子が生きる望みを失ったら、そんな大事なこと私には。トシエ、お前はあの子の母親じゃなかったのか。トシエ、お前はとうとう自分の子供を産まなかった。もし自分の子供を産んで幸子に対する愛情が薄くなったら幸子がかわいそうだ。それまでしてあの子を育ててきたんだぞ。あの子は誰の子でもない。母親はお前だ。お前以外にあの子のことを考えてやれる母親なんていやしないんだよ。そうですね、そうです。幸子の母親は私だわ。どんなに辛いことでも私の口からあの子に言ってやりたいわ。あなた、私一人で幸子に話します。本当のこと。お母さんよ、顔見せて。ねえ、お願い。じゃあそのままでいいから聞いてちょうだい。お母さんね、本当のことを言うわよ。あなたの病気が何か知らせるわ。今まで嘘ばっかりついてきたけど、あなたの本当の病名はね、母さん、私白血病ね、血液のがんね。この病気で死んだ明君みたいに長く生きられないのね。幸子、あとどれくらい生きられるの？半年、三ヶ月、それとも一ヶ月、もっと短いの？幸子、何を言うの？ねえ、教えて。あと20日、それとも10日。
1週間。幸子、あなたはもっともっと生きられるわ。1年だって2年だって生きられるわよ。だってこんなに若いんだもの。死ぬわけないじゃないの。嘘、また私を騙す気ね、ごまかす気ね。私にはもう分かってる。私もうすぐ死ぬのね。そうね、そうでしょ幸子。何を言うの。あなたの病気はね。何、何なの。再生不良性貧血よ。白血病なんかじゃないわ。やめて。もう何も聞きたくない。もう誰の顔見せてない。みんな嘘つきなの。お母さん帰ってよ。私は弱虫だわ。育児なしなのよ。幸子が絶望して何をするかわからないのが怖くて言えなかったの。本当情けない。いや、母親なら当然だよ。幸子には私から話す。明日退院させてあの子を家に連れて帰る。二人っきりでじっくりとことん話してみるよ。あなた、私に時間をください。ちょっと出かけてきたいの。いや、出かけるってお前まさか。自殺なんかしないわ。幸子の身代わりになれるなら別ですけど。その翌日、俊江は秩父にある34箇所の札所を巡っていた。今の俊江にできることは、幸子の病気が治るよう、ただ仏に祈ることだけであった。1月の風は冷たく、人影のない霊場は荒涼としていた。俊江は黙々と、一つ一つの仏に祈りながら、ひたすら歩き続けた。まあ、この寒空に大変だね。どこから来なさった。東京です。それはそれは、まあまあ、小さい時母に連れられて来たことがあるんです。それで、ここは医者に見放された病人を担いでやってくる人もおる。それで治ったという話もある。あんたさんもお身内に誰か病人でも。ええ、でも人間って勝手なものですね。何でもない時は神様のことも仏様のことも忘れて暮らしてるのに、不幸に出会うと急に思い出すなんて。それが御仏というもんじゃ。だからありがたいんじゃ。ここからは花王。
トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りします。お父さんの言うことをよく聞いてくれ。どうせまた嘘言うんでしょ。出てって。いや、お父さんは本当のことを言うぞ。絶対に嘘はつかん。じゃあ、私の病気は何？お前の病気は紛れもなく間違いなく白血病だ。病院で亡くなった明君と同じ病気だよ。お前が17年間大事に育ててきたお前が、17歳のお前が白血病になるなんて、身代わりになれるもんならなってやりたい。こんな話、どんなことがあったって話すつもりはなかった。私は医者だ。患者に向かって、お前は白血病だ、血液のガンだなんて口が裂けたって言いやしないぞ。じゃあなぜ今言うのか。それはな、お前の父親だから。父親だからこんな残酷なこともお前に言うんだ。幸子、聞いてるか。お前は自分の病気に気づき始めた。白血病じゃないかと疑って苦しみ始めた。もうこれ以上嘘でごまかしてもお前の救いにはならん。本当のことを話して、どんな病気なのかはっきりと知らせた方がいい。その上で親子で力を合わせて病気と戦いたいんだよ。分かったわ。もういい。もう何も言わないで。分かったって、お前どう分かったんだよ。私はもうすぐ死ぬってこと、勉強することも愛することもできない、明日にでも死ぬってこと。バカ、何が分かったんだ。何も分かってないじゃないか。お父さんはお前と一緒に病気と戦うって言ってるんだよ。病気と戦う、あとどれくらい生きられるの。1月2月。そんなことは誰もわからんよ。ひょっとしたら10日が20日の命ね。そうでしょ、お父さん。冗談を言うな。お父さんがついてるんだぞ。そう簡単に知らせるか、知らせてたまるか。いいの、もういいの。さっき、お父さんを信じてくれな、幸子。いや、お父さんだけじゃない。
お母さんもおじいちゃんも三つお君もみんな信じてくれなあ幸子。お前の命があと半年、いや三月でもいい、お前がそう思うんならそうだっていい。その間みんなで力を合わせて精一杯生きたらいいじゃないか。何の将来も希望もないのに。そうだよ、お前の命が短ければ短いほど強く激しく生きたらいいじゃないか。一分一秒を無駄にしないでこの人生の尊さを味わうんだよ。そんなこと私にできるの？できるよ。愛して勉強して悔いのない人生を送ってくれよなあ幸子。お前が絶望して何もかも投げ出したらどうなる？え？お前の人生無意味だよ、ゼロだよ、後悔するぞ幸子。お前がどんなに悲しいか、お前がどんなに苦しいか、辛いか、お父さんよく分かってる、分かってる上でお前にこうやって頼んでるんだ。みんな泣いてるよ、おじいちゃんもお母さんも三つお君も。でもな、仕方ないじゃないか、白血病から逃げられない限り戦うしかないんだよ。そうだろ幸子、わかるだろ幸子。そうだろ幸子。その格好、主人、幸子に本当のことを話したんですか？二人とも今二階にいます。入りますよ。お前巡礼に行ってたのか。おかしいでしょこの格好、板につかないわよね。お母さん、私のために、私のために。だってお母さん他にできること何にもないんだもの。お父さん、私精一杯生きます。白血病と戦うわ。お母さん、私自分の病気を知ってからどうしたらいいのか何も考えられなくなって、死にたいって思った。でももう大丈夫。お母さん、自分に行ってまで祈ってくれてるの。死にたいなんて思ったら罰が立つ。三津さん、大学どこを受けるか決めたわ。私
医学部を目指すわ。将来立派な医者になって、病気で苦しんでる人を一人でも助けたいの。そっか、だったら僕受験のための家庭教師をやるよ。嬉しい。出来の悪い生徒ですが、よろしく指導してください。自らの重い病を知った幸子は、それゆえに医学の道を選び、死に物狂いで勉強をした。そしてついに目指す東都大学医学部の受験の日がやってきた。おい、忘れ物がないだろうな。大丈夫、受験用はちゃんと持ったか。あれないと試験受けられないぞ。安心してお父さん、小学生じゃないんだから。幸子、ほらお弁当と薬、薬を飲むの絶対に忘れちゃダメよ。はい。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。お父さん、指切り。指切り、なんだ。私絶対に医学部の試験に合格します。お父さんとお母さんに今ここで約束するわ。よし、約束を破ったら後が怖いぞ。はい。ここね、私の試験場。幸子さん、やるべき勉強は全部やったね。ええ。私、宇都さんに教えてもらって本当に良かったって思ってるの。どうして？だって私、宇都さんの言ったことは絶対に忘れない。全部みんな覚えてるもの。幸子はどうしても大学へ入りたかった。しかし重い白血病に侵された幸子は、今年不合格だったら来年の受験まで生きていられるかどうかわからないのだ。何としても合格しなくては。幸子はどの受験生よりも真剣で必死だった。合格、不合格。大学の合格発表の日、幸子をはじめ大島家全員が不安と期待におののいていた。合格、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 合格。おめでとう、占いは合格と出たらしいね。あら、どうしたの三つ葉さん、目がそもそもしてるわ。昨日の夜一睡もできなかったんだ。私も怖くてもう胸はドキドキ、足はガクガクなの。さあ勇気を出して、これから発表見に行こう。二人で見れば怖くないよ。入学手続きのご案内を申し上げます。記念講堂横の体育館におきまして、入学許可書類および入学の心得を配布しております。222番、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 222番。222番、書いてないのね。自分で見てごらん。
自分の目で確かめるんだ。合格しちゃったね。信じられない。本当に220万って書いてある。間違いないよ。勝ったね。とうとうやったね、社長さん。ありがとうございます。おめでとう。おい、これはやっぱり幸子は、幸子は怒ったって言うんですか。そうとしか考えられんよ。いや、これは最初から無理のある話だったんだよ。幸子は病気で治療を受けてるかベッドで寝てるか、とても勉強なんかする暇はなかったんだよ。もう落ちて当然だよな。あ、そうだろう。幸子、おい、泣くな泣くな。え、お前は力いっぱいやったじゃないか。結果なんて問題じゃないんだよ。落ちたっていいじゃないか。それでいい、それでいいんだよ。あ、まさか受かったのか、合格したのか。幸子、受かったの。幸ちゃん、本当なの。本当か、本当にお前合格したのか。もう一回言ってくれ、本当か。本当よ。222番って私の番号がちゃんと書いてあったわ。合格したのよ、父さん。サチコ、お前やったじゃないか。さすがお父さんの子だ、よくやった。あなたずるいわ、いつまでもサチコ一人占めにして。そうか、どうしようか。偉いわサチコ、立派よサチコ。おいおいおい、ほら、リエ待ってるじゃないか。ほら、おはざら、ありがとう、おめでとう。よし、じゃあ俺はちょっと出かけてくるからな。どこへいらっしゃるんです。決まってるじゃないか、合格発表見に行くんだよ。お父さん、いや、もう合格したと分かったらもうこれはビクビクする必要はないから、堂々と見学してきてやる。じゃあ私も行くわ、リエさんも行きましょう。私すぐ支度しますから、行きましょう行きましょう、3人で。早くしてくれよ。三千代君、君がいてくれたからこそ幸子は合格できたんだ。ありがとう、本当にありがとう。大学に合格した喜びのためか、このところ幸子の病状は安定していた。しかし白血病は確実に冷酷に進行しつつある。シエルは一刻も油断せず幸子の検診を続けていた。大島君。はい。後で私の部屋に来てくれたまえ。わかりました。どうですか。ああ、まあ、かけたまえ。君の娘さんのことが気になってね。娘のこと。相当悪いのか。いえ、病状はステーブルです。そうか、それはよかった。君の妹さん、何をしてても絵になるね。蘭作りの天才大島理恵さんを街で見かけた。東京滞在の目的をお尋ねすると、秘密よと一声交わされた。この独身美女は相変わらずミステリアスである。理恵さん、ずっと東京にいて君の家に入り浸りだそうだね。私も会いたいな。お断りします。はっきりと言っとくがね、私の理恵さんに対する愛情は昔も今もちっとも変わっちゃいないんだ。
君、48にもなった男が恥も外聞もなく言ってるんだよ。私のこの気持ちを少しは理解してくれんかね。あなたと理恵は17年前に別れたはずですよ。何を今さら言い出すんです。別れた？別れたんじゃないよ。君が私を殴って追っ払っただけじゃないか。17年前君に殴られた怒りは今だって忘れちゃいない。妻や子供のいる男を愛した理恵は確かにバカです。しかし若い娘の気持ちを踏みにじった上、スキャンダルを恐れて何の責任も取らなかったあなたは卑怯者だ。そんな卑怯者を殴り倒して妹から引き離したって当然でしょう。私はね、君に負けて理恵さんと別れたことを後悔してるんだ。何しろ私と理恵さんは子供までできた深い仲だったんだからな。子供？そんなものを私が中絶させましたよ。あなたは理恵に子供ができたと知った途端うろたえて逃げまくった。そんな男の子供なんか生まれてきても不幸になるだけですからね。分かってるよ。昔のことは後悔してる。君にも悪いことをした。なんなら君の娘さんにこの血液を差し上げようか。ありがとうございます。血液センターから血液が届けられますんで失礼します。血液センター？変だね。変？前から変だと思っていたんだが、君も奥さんもどうして自分たちの血液を幸子さんにやらないんだ？君みたいな子供一筋、親バカの見本みたいな男が娘に血をやらないなんて一体どういうわけかね。それは個人的な問題ですんでお答えする必要はありません。失礼します。AB 型、父しげる AB 型、母としえ O 型、 AB 型と O 型の両親から AB 型の子供は生まれ、絶対に生まれ、一体誰の子なんだ。幸子の出生の秘密を嗅ぎつけた。幸子が恋人の三男を実の兄と知る時はすぐに来た。この番組は花王、トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。